お笑いコンビ、小木矢作矢作県52、小木広明53が22日放送の TBS ラジオ、木曜ジャンク小木矢作のメガネビーキ、木曜深夜1時に生出演。現在、世間で注目を浴びているおじさんたたきについて言及した。写真、おじさんの詰め合わせ、発言で話題に、今月中旬に元フリーアナウンサー川口ゆり29が X、Q 追加。 で、男性の大衆に関する投稿で炎上、所属していた芸能事務所を契約解除となった。川口の投稿には、おじさんと明記されていなかったが SN、SNS では、おじさんをかばう投稿が相次いだ。矢作は、おじさんいじめすぎたんだよ。本当に世の中もう、昔からさ、おじさん、いじめられ始めて10年ぐらい経つでしょ。と投げかけた。続けて、もともとはね、 おじさんはいじめられてもおかしくないようなことやってたからね、女性に対して。俺らサラリーマンしてた時なんか、三十年前か。まだ女の人はお茶くみとコピー取りが当たり前の時代だったからね。そんな時にそんなことやってたのが、おじさんだから。おじさんはたたかれて当然だったと思うけどと語った。おぎもそりゃ、逆襲が来るよ。当たり前のようにねと同調した。そして矢作は、 おじさん、叩きすぎて怒り始めてるからとした上で、でも怖いのがさ、おじさん怒り始めたじゃん。で、おじさん、こんなもう女の人の発言を叩き始めるとさ、女の人もさ、もっと厳しくするじゃん。俺、怖いのがさ、本当に女の人と男の人仲悪くなるんじゃないかと思うんだよと投げかけた。おぎも、全面戦争的な感じでねと納得していた。続けて矢作は、 女性と仲良くしてたら、すげえ怒られんだぜ、もう。お前何やってんだお前。何、女と仲良くしてんだよとか言われて。怖いんだけど、俺も女の人と仲良くできなくなる世の中が、と言うと、小木も嫌でも、確実にそういう流れになってきてますよ本当に、と続いた。タレントのトラウデンナオミ、25も自民党総裁選のポスターに関して、おじさんの詰め合わせ。 などと発言し、ネット上で炎上している。